初代ロザミア子者、ハロルド・ハームズワースは、イギリスの実業家、政治家、貴族。兄の初代ノースクリフ子者、アルフレッド・ハームズワースから、アソシエーテッド・ニュース・ペーパーズを引き継いだ。1868年4月26日、アルフレッド・ハームズワースとその妻ジェラルディンの次男として、ロンドンセント・ジョン・ウッドに生まれる。兄にアルフレッド、弟に、セシル・レスター。 ヒルデブラントラがいる。1894年から兄、アルフレッドの新聞経営に参画する。1897年には兄との共同出資で新聞社を株式会社、ハームズワース・ブラザーズに改祖した。1910年7月14日に順番借に除される。ついで1914年1月17日に連合王国貴族借位。 ロザミア男爵に除され、貴族院議員に列する。政治面では自由貿易と空軍強化を主張し、第一次世界大戦末の1917年11月から1918年4月にかけてロイド・ジョージ内閣で航空長官を務めた。1919年5月17日にロザミア死爵に除される。 1922年の兄の死で、アソシエーテッドニュースペーパーズ社長職を引き継いだ。とりわけ、デイリーメール紙の発行で知られる。1930年前後には、デイリーエクスプレス所有者初代、ビーバーブルック男爵、マックスエート県とともに、帝国内自由貿易と称した保護貿易論を唱え、統一帝国党を名乗って、その運動を主導した。また、 ヒトラーやムッソリーニの熱心な支持者として知られ、オズワルド・モズレーのイギリスファシスト連合も、好意的に報道した。1940年11月26日に、バミューダ諸島で死去した。1910年7月14日に、以下の順断釈位を新規に与えられる1914年1月17日に、以下の釈位を新規に与えられた1919 19年5月17日に、 以下の借を新規に与えられた。1893年にメアリーシェアと結婚し、彼女との間に以下の賛子を設ける。ありがとうございます。